じゃあ、じゃあ久々ですね。なんかちょっと最近くたびれてません？いやいや、そんな言われるでしょ。いや、お前健康診断行った？僕はオタクですから。いや、俺健康診断この前行ったらさ、こういろいろもうたらい回しされるじゃん、血圧とか、うん、で、聴力検査の時にさ、耳ね、うん、あの時押さないかね。あ、聞こえました。聞こえたら、聞こえたら、はい、俺ずっと押しっぱなしだったよ。途中で怒られますよ。怒られた。本当に聞こえてるんですか言って、え、聞こえなくなったら話すんじゃないんですけど、いや、聞こえたら押してくださいと。やっぱりだから人の話よく聞かなかったんですよ。いや、そうなんだ。で、最後、はい、バリウム。あ、胃カメラ飲んだんですか？いや、バリウムだよ。あ、はいはい、飲むやつ。はい、で、こう炭酸飲むやつ。ゲップしないでください。出るやんか、どうしても。出そうになったらかーって我慢してくださいって。我慢しとったんや。で、最後さ、はい、よく捕まってって、それもさ、その前にさ、はい、右回り、右回り、右回りでぐるんぐるん回されて、もう大汗だよ、こっちは。で、はい、捕まえてさ、ひっくり返されてさ、あんな、お前、いや、久しぶりにやって、こんなんやったかなと思って。これ、どうやったんですか？まだ、いや、まだ検査出てないけど。でも、あの、体重はちょっと減りました？ちょっと減った。うん、ちょっと、でもなんかちょっと、シュッとしたでしょ。いや、なんかちょっと疲れてますね、最近見てると。そんなことはない。ほんで、髪の毛伸ばしてるんですか？伸ばしてるよ、だんだん。なんでですか？いや、なんか柔らかくする。いや、柔らかくするって元々柔らかいんやけど、うん、なんかちょっとね、あの、枯れかけたラフみたいな、ラフみたいな感じなんですよ。そうよ、まあ、最後の抵抗やな。さて、はい、セリーグをちょっと振り返るから。はいはい、ピカさん、はい、今年のヤクルト何予想しました？うん、一緒やろ。いやいや、何位ですか？最下位や。最下位、うん、おそらくほとんどの解説者の方がね、最下位に予想されたと思うんですよ、うん、僕も最下位に予想しました、うん、けどね、分からんですね。いや、最近さ、まあ口を揃えて言ってたのは、はい、打線はみんないいと。だけどピッチャー陣が耐えきれるかなと。まあ、特に神宮球場ということで、うん、ホームランが出やすいということもありますし、そうそうそう、その投手陣が今やセ・リーグのもうほぼトップですよ。いや、だからもう10月なんかはまあ1点台でしょ、防御率が。でね、やっぱ今年ね、抑えの石山がちょっとあかん時にマクガフを後ろに持っていったでしょ。ほんで田口を中に持ってきたりとかいう風なとこも、非常にはこの辺は監督 の配置転換というのが素晴らしかったっていうことですよね。まあ、やりくりもうまいし。ほんで今野、あ、今野いいな。今野はやっぱ一枚加わってね。ほんでまあ今野、清水、マクガフと、ほんで今さ、ちょっと石山も不調してきて、うん、後ろようなりましたよね。ようなったし、まあ先発ピッチャーも、はい、この前の何戦あったかな、ジャイアンツ戦か、はい、3試合やって先頭打者出したの2人だけだよ。まあもちろん点も取られてませんしね、うん、まあ途中から高橋が入ってきて、また一段とグッとまたね、うん、あの層も増えて、スワレスも途中良くなってきて、うん、そうそうそう、やっぱチームの勢いってでかいぞ、やっぱ雰囲気とか。まあ、その雰囲気という面では、まあ、村上がね、ああやって先頭に立ってこうチームでやっぱり真ん中でね、喜ぶ姿とか、ああやってチームを鼓舞するという、22歳でしょ、うん、大学4年生ですよ。ああ、まあ、もちろんあの、ね、数字的にもすごいですけど、そういうふうな、チームのやっぱ中心というふうなところで今言ったの雰囲気作りとかいうところはすごいですね、うん、あの起点になったゲームってどこら辺にあると思う？俺はね、はい、中日戦で審判がミスジャッジ、はい、1対0、うん、ジャッジしなかった時だったじゃない、はい、でホームで、はい、アウトになって、はい、あの試合からね、どっちかだと思うんだよ。それから沈むか上がるか。そこで阪神戦やったでしょ。そう、あのただドラゴンズ見てて、今年は特に B クラスのチームに貯金20あるでしょ、うん、20以上あるんですよ、うん、それってすごくないですか？いや、だから取りこぼしがないっていうことなんだ、今年に限っては。いや、だからその分岐点となったゲームがさ、うん、上がるか下がるかどっちかだと思ったんだけど、見事に上げたあの雰囲気っていうのがさ、でも今年ね、だからさんね、どのチームもね、これ勝っていくだろうっていうところに行けなかったですよね。そう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 、もうこのゲーム勝って、阪神に言うたらね、巨人に甲子園でパパッと勝ってこれでいけるやろって時に、あの DeNA に大敗したり。いや、阪神はね、巨人戦終わった後にね、ちょっとエアポケットに入るような傾向があるわ。これはね、なんか本当あるんですよ。これはさ、伝統の一戦とか、うん、そういうので気持ちが入るっていうことはあるにしても、やっぱ抜けるやろ、ちょっと。でもね、それはもう、ま、いつも言われてるし、もちろんさて、
もちろん阪神やから周りも言うしね、もちろんそのミーティングでも今日はまたいつも以上に気合入れていくぞとか言うんやけど、やっぱりそうなってしまうんですよ、ね、昔ね、巨人戦って言ったら切符が買えないぐらい超満員じゃん、いつもで、地上波はつく、 20% 以上は取る、で俺らもそうだった、横浜戦でしょ、うん、そ横浜戦でもだよ、で必死にやる、次の日半分も入らないお客さんが、そしたらね、エアポケットに入るのは分かんだよ、でも、ね、今でもやっぱこれ、ま、でもね、阪神はもう2000星野さん以降ね、この20年はほぼ全試合満員ですよ、で今年に限って言えばね、お客さん入らないんですよ、ね、まあまあね、だからそういう、ね、ことはないと思うんですよ、でも結果的に見ればそうやって乗っ、あれでもいけるだろうっていう時に、今言われたように巨人戦の後でね、思いもよらない大敗をしてしまうっていう風なゲームがやっぱありますよね、あるよね、はい、いやだから阪神はやっぱ神宮で村上がパッと言った事件があったじゃない、確かにあれはちょっとね、あの辺からちょっとリズムがおかしになったことは僕確かと思いますよ、あるよな、ほんで時期的にね、やっぱ今年助っ人が来るの遅かったけど阪神も初めからいたんですよ、うん、でバッとあこで勝ち越したけど、みんな揃ってからそう勝ち越せてはないんですよ、ね、そうだよね、いやそれと、はい、ロハスジュニアが入ってきたじゃない、でサンズを外したりだとか、ね、マルテを外したりとかしたじゃない、俺あれでバランスが崩れたんじゃないかなっていうのが気をするよ、まあでも使わなきゃいけないんだけどさ、まあピッチャーもアルカンタラっていうのはいるんですけど、そうそうそう、やっぱりその辺 の難しいですよね、いやだから難しいけど俺なんであのバランスを崩しちゃったのかなって途中で、まあ、マルテとサンズ一回帰ったじゃないですか、オール期間中にね、うん、でまあやっぱりロハスジュニアが一番高いんですよお金、うん、だから阪神は多少使わなきゃいけないっていうのはありますよ、でもさ分かりますよ、分かるでしょ、いや勝ちとさバランスとさね、バランスが崩れるのと、まあ崩れると思って使ってはないと思うけど、でもねあの時はねまだちょっとタイガース余裕あったと思うんですよ、確かにな、使えるだけの余裕とまだ試合数があったんで、一回やっぱロハスにもチャンスを与えなきゃいけないと、うん、でなかったも3試合5試合20打席ぐらいのチャンスを与えたと思うんですよ、で宇田川さんはそこからおかしなったというふうなことを思われますか、いやだから神宮であの事件があって、その流れから少しバランスを崩しながら、うん、ロハスジュニアが入って、で打てない、我慢したけど打てない、もうそこら辺からちょっともうチーム内っていうか、もう打線の流れがなくなったよね、まあでもちょっとその後半に入ってね、やっぱり去年もそうだったんですけど、サンズの当たりが止まってしまうんですよ、うん、この9月に入ってから以降ね、うんうん、今までやっぱりこの数年エラーがめちゃくちゃ多いじゃないですか、今見てても、うん、何戦やったかな、バンドしてファーストのマルテが取ってね、ノーステップで一塁にピュッと放って悪送球になったでしょ、うんうん、あれボーイズリーグやったらすぐ交代ですよ、ボーイズリーグでもすぐ交代されまあな、エラーはあるんですけど、あんまりにもエラーの内容がひどすぎる、まあ確かにね、もちろん大山もね、よくね、その持ち帰るときに持ち帰れずにエラーつかない悩んだなるんですけど、あの辺っていうのはやっぱりキャッチボールから改善していこうというふうな気持ちでね、いや俺キャッチボールが少ないと思うよ、しかないですよ、うん、あんな大山って上手なんやけど、あんなプレーが年間多少あるけどね、こんだけ目立って中心選手がするプレーではないじゃないですか、だってプロは取ったらそっからのミスは許されないって言ってたからね、一軍はね、うん、そんなミス高い今取るのは心配、投げて心配、受けて心配やろ、朝昼晩の薬やないんやから、ね、3回心配せなあかんすよ、いや本当だよ飲んだかな言って、投げたかな言って、あれ取ったかみたいなそりゃいかんやろ、宇田川さん二遊間やっててね、うん、こうスライディングもないじゃないですか、そういう中で二遊間のダブルプレーの時のファーストの送球っていうのも、もうちょっとプロのこだわってほしいとこないですか、いやあるよ、あまりにもファーストはこんなのいかにも変化してるっていうのはおるじゃないですか、スプリットフィンガーみたいな今のあれじゃなくて通信ばっかりおるから、ちゃんとしたののの取り出すやっぱり腰から下でね、ここは一応ファースト伸びれるわけですよ、高かったら伸びれないじゃないですか、あの一歩って結構今大きいじゃないです か、その辺のこだわりっていうのをもうちょっと持って、なんかこれがプロのプレイヤーっていうのはちょっと見せてほしい気がしますね、いや分からないのがさ、スライディングで邪魔されないのにベース離れて投げるやつがおるやろ、分からないだって離れる必要ないじゃん、だからその場でポンと投げときゃいいじゃん、
だからそのポンって投げれないんでしょうね今は。いやだってわざわざ取りに行ったりとかわざわざ引いたりとかして投げてるよその分遅くなるやろって、うんまあ、だからもう、ね、もうそういうことねやっぱ細かいことまで教えてやらないと。それは多分あの言ってあげれば分かることじゃないですか。いや分かる分かる。スライディング何やから、うん、逃げなくていいぞみたいな。そうそうそう。いや別にもう向こうから来るランナーに対してスライディングしないなんて当てたっていいからさ。だからさ昔だったらね、昔だったらそのいつもいつも来るわけじゃないけどやっぱり終盤勝負どころってスライディング来るじゃないですか。でもそれを嗅ぎ分けてかわして投げてアウトにするのが二遊間のやっぱり醍醐味じゃないですか。いやそりゃそうだね。いやスライディングせんかったら危ないぞっていう、うん、お前が余計な危ないぞっていうような感じでやってたからね。あんまり来たら今度当てるぞみたいなね、うん、そんなんあったけど、うん、もう今ない、ないからもうちょっとそこはね、うん、あのこだわり持ってやってほしいと思いますね。あのヤクルトと、ね、阪神のことをよう言いますけど、豊さんの僕動画見てても思うんですけど、自分のお世話になったブルース DNA のことを全く触れない。それは大いに俺声を大にして言いたい。なんで触れないんですか。流行りばっかり言うじゃないですか。流行りばっかりもうあれなんで話題がないいやあれがない。やっぱりねやっぱ OB としてね、やっぱりあの DNA 横浜のレジェンドやったやつなんや。レジェンドじゃあさ、あっちはさ、何ですか、逆に何を取り上げるの。いや、週に1回でもね、やっぱり OB として提言とかね、1週間のゲーム見た感想っていうのはやっぱ言わなあかんぞ。まあ確かにな。それは冷たすぎるよ。冷たいんじゃないんだよ。何ですか、あったかい気持ちを持ってんだ。いや、見えないそんなの、全然見えないよ。いやしかしさ、DNA 行っていいの。いや行く気あったんですか、ないくせに。いや、まあ、振られたからな。ちょっと顔が動揺してましたよ。いや、何言おうかね。でもね、いつも言ってるようにね、あそこはバッターだって、今年桑原がいい、うん、で、佐野、宮崎、オースティンがいて、まあ、外がいて。っていう中で、もうちょっとやっぱり、なんとかできるはずなんですよ。あっちゃんね、あっちゃんのいいバッターっていう条件は何だ。あ、もちろんその打率とか打点ありますけど、うんうん、組織なら打線としたらですよ、うん、いつもいつも打てるわけじゃないから僕はアウトのなり方と思うんですよ、うんうん、それが僕は好打者とかね。いやだから、まあ、例えばそのチームバッティングが確実にできるとかさ、はい、あれだけの技術が高いんだ、あれ、はい、あればね。だから3割バッター何人おるかというと、はい、他のチームより多いんだから、はい、でもチームバッティングがいかにできるかっていうことが好打者の条件の一つでしょ、はい、しないもん。しないですね。だあれはね、多分でも今の野球、ディラさんね、もうつくづく思うんですけど、6番、7番がポンポンと3球でツーアウトになるじゃないですか。今度8番バッター、2割バッターが初球、バーン振りますよ。でしょ。いや、だから、今、それが正解という風な流れになってきてるじゃないですか、なんか、どうせ回っても打てへんねんから、初球からみたいな、で4球でチェンジになっても、それは仕方ないみたいなね、そういう流れじゃないですか。だからそれでいいのかなっていうのは、僕、思いますね。ダメでしょと思うんですよ、僕は、うん、で逆にたまたまその初球がねヒットになったりして、そこから手入ることあるんですよ。いやだからね、はい、俺が思うのは昔、まあ、川上さんの野球、はい、で V 級時代の人たちが監督やった、はい、その監督、そういう野球が、はい、いろんな球団、他の球団に行って浸透させた、はい、次広岡さん、はい、広岡さんの野球が、まあ、例えば工藤監督であったり伊藤であったりね、辻であったり、そう秋山さん、みんなそうですね、そうでしょ。でその後野村さん、はい、野村さんが育った人たちが、はい、ね、方々に散らばった、はい、まあ、例えば栗山だとか、はい、石井だとか、はい、そういう人間が、はい、次誰だよ。俺はね、そういう伝統っていうのはね、絶やしちゃいけないと思うんだよ。そうですね。それが横浜には誰一人として入ってきてないという。まあ、森さんが入ってきたけど、確かに。だからそれがね、あ、まあ、ラミレス監督で、ね、日本シリーズまで進出したこともありましたけど、うん、やっぱり長続きしないということなんでしょうね。そうでね、共通して言えることが、やっぱそういう監督たちっていうのは、やっぱミーティングを重んじたという、うん、で、そういう、まあ、あっちゃんが言うように、まあ、こういう時は8番はどうするんだって、いや、もういいボールあったら初球から打ちます、バカ野郎って言われたと思うんだ、ミーティングで。こういう時はないって、ね、点差もあるけども、点差で、まあ、ホームランで同点あったら、それは初球から行ってもいいかもわからんと、ホームランボールやったら。だけど、ね、流れから考えたら、ここで1球って、ポンって変わった、
そしたら流れが変わってしまうんだよっていうようなさ、だからね、それで言えば例えば終盤ね、7、8、9で、まあ、7回を先頭バッターからやんで、そういうの、まあ、平気でポンと初球打つじゃないですか。でそれヒットやったらいいんだけど、アウトの確率が7割あるわけじゃないですか、うん、そこっていうのはやっぱちょっと見てっていう風なのが僕らに教えてもらったまあ野球じゃないですか。でしょ。でやっぱりポンと打たれてワウとなると次のバッターも打ちにくいじゃないですか。すぐ行かなきゃいけないか ら, だからその辺っていうのはなんか野球のこれ、まあ、質が変わってきてるのかなというのか、今言われたようにそういうようなことを浸透してないのかなという風なね、これから野球界どっちに行ってしまうんだっていうようなことを思います。いやそうなんだよ。だから例えば今ランナーノーアウトランナー一塁、はい、左バッターが立つね、平気で長いしヒット打ってバーってやってるよ。でもチャンス広がらんやんか言って、だから、まあ、あの例えばの話、ノーアウト二塁でね、左バッターが初球バーンショートゴロ打ってなんかゲッツ、いやノーアウト二塁でね、あノーアウトでショートゴロ打ってなんか仕方ないなみたいな、まあそれは今でもアウトコース来るんだったらアウトコース狙って打てっていうふうな時もまああるじゃないですか、うん、でもそれはクリーンアップにまあ限られると思うんですよ。でそれができなかったらバントですよね。もうそうよ。だから最近そういうとこで確かに初回からバントするのは消極的だっていうことはあるんですけど、もちろん対戦投手によっても違うし、いろんなケースによって違うんですけど、あまりにもバントを軽視しすぎだなということを僕すごく感じます、ね、でしょ。1点取るっていうふうなことに関してですね、これは山本が投げてて、はい、まあこれはもう今セ・リーグの話やけど、ちょっと待ってください、パ・リーグの話は後にしてください、後にしてください。いやまあある大エースが投げてたんだよ。もうそんなこと言ってません、ちょっと待ってくださいでね、今 DNA 話してもそんないい話できるじゃないですか。それなんでしないんですか。